イタリアサッカー連盟、フィグックのガブリエレ・グラ、イナ会長は、ユベントスが、欧州スーパーリン ESL 構想を離脱しなければ、来季のセリエ A から追、する方針を明確にした。医師、ガゼッタで、スポルトなど、複数メディアが伝えている、シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこ、も簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、スペイン、タリア、イングランドの12クラブが先月発表し、スーパーリーグ構想は数日のうちに瓦解し、と、クラブが離脱。だがユベントスとバルセロ、レアルマドリードだけは依然として、信頼、設立を推進する姿勢を取り続けている。欧州、サッカー連盟、UEFA は、スーパーリーグ離脱を表明し、9クラブに対する、金銭的処分を7日に発表した。で、残りの3クラブに対しては、さらなる厳罰を、さ。だが、ユーベ、バルサ、マドリーは共同声明の、デコレに返答し、改めて構想を放棄しないこ、を表明した。しかし、イタリアでは、スーパーリーグの設立を、将来的にも阻むため、UEFA や、国際サ、連盟、FIFA、フィグック以外の、私的団体が運営する大会に各クラブが参加することを禁じる規定が成立し、いる。ユーベが、来季セリエ A 開幕時にまだ数、リーグに残っていたとすれば、実際に国内、グから締め出されることになりそうだ。ユーベは、スーパーリーグから撤退しなければ除される。9クラブは引き返したが、ユベントスを、無他の3クラブは抵抗し続けている。クラブが、ノリを受け入れないのであれば、残念だが外れ、ことになると、グラビナ会長は発言している。